はいどうも山上チャンネルです。実は1ヶ月不在と言ったんですけど、大変なことになりました。来年の3月また帰ってこれないっす動画どうしようかな。青森県の三沢じゃねえな、八戸港にちょっと行くことになったんですけど、サルベージ船で沈没船を引き上げる仕事を今ちょっとすることになって、ちょっとその会社の方から出向っていう扱いで、まあ半年行ってほしいということで行くことになったんですけど、まあ、これで給料低かったらやばいよねっていう話なんですけど、まあ、もらえるとはいいんですけどね。僕 月給じゃなくて今日給制になっちゃったんで、なんだ日給がね8200円しかもらえないんですよね。それにまあ残業とかつけばいいんですけど、まあそこがなかなかね結構きついですね。まあ一応作業船という扱いで甲板員扱いなんで、まあ乗船履歴をつけて会議免除を取ろうかなと思います。僕まだ会議免除を持ってないので6級からスタートしたいんですけど、とりあえず飛び級で5級の試験を受けて、5級の試験を受けることにします。試験を受けても会議免除はもらえるわけじゃないんで、口頭試験と、まあ、その他諸々の試験が全部クリアして免除がもらえるスタイルなんで、とりあえず試験から、スタートしようと思います。まあ、今後とも山上チャンネルお願いします。また明日から仕事が始まりますが、動画を更新できたらまあします。今後はね編集無編集、本当にパソコンを通して編集もなしで、もう携帯でもさらで出していく予定なんで、よかったらまた見てください。よろしくお願いします。まあ海の画像とか、まあ天気のいい日、休みの日なんかも海の動画を流せたらなと思ってます。山上チャンネルでした。またね。